高橋由一チャンネル。現金給付の話が出てますが、18歳以下と限定しているのはなぜなんですか、前は一律だったのになぜ今回は的を絞るんですかという質問が来ております。まあね、前にやったのが安倍さんで、今回は岸田さんだから違う。まあ、しぶちんだからでしょ。そうな、そうでしょ。だって前の10万円の時だって、岸田さんは最初に困ってる家庭とか言って、それで、困ってる家庭に30万円って言ったから、まあ、最初30万円って話してくれたからね、はいはい、岸田さんなかなかいいのかなと思ったら、はい、実は国民じゃなくて困ってる家庭だって言って、はい、で困ってる家庭と30万円を掛け合わせたら、予算が4兆円ぐらいだったんだよね。はい、だから予算金額としてみると、すごいちっちゃいわけ、うん。ちっちゃいっていうか4兆円はでかいけれど、はい、ただ10万円を全部国民に配ると12兆円なんだよね、はい、だから4兆円だと3分の1になったわけね、はい、だからこれやっぱり財務省のやり方だなと思ってたわけよ。、はい、私なんかさ、まあ、安倍さんにね、うん、これ4兆円でねしょぼいっすねと言ってね、うん、これだから そしたら公明党もなんかその時は同調して、はい、安倍さんがいろいろ言ったんだけどね、うん、もう公明党が表に立って全国民にって話にしたら、うん、岸田さんがそれで折れて、はい、これで、まあ、もちろん、おでんって言ったら、安倍さんのとこ持ってったとひっくり返されるからね、分かってたんだよ。これで、全国民10万円って形になったわけですよ。はいはい、で、今回はだけど、ひっくり返す人いないから、はい、このしょぼい、18歳以下。18歳以下っていうのは2000万人いるから、はい、ここで、10万円配ると、実は予算規模2兆円。だから普通に配ると12兆円の規模なんだけど、1年前は4兆円に絞ったんだけど、今度2兆円に絞った、はいはい、うん、というのがあれで、だから2兆円じゃあまりにシャビーだからってんで、今度ね、住民税非課税世帯ってあるわけね、はい、それには別にまた確か10万円ぐらい配るんだけどね、それもだから住民税非課税世帯も、2000万世帯ぐらいだから、そこも2兆円だから、今回また4兆円なんだよ。だからもう要するに全体の数字からを絞ってそれでやるっていうそのパターンですよ。で今回は安倍さんいないし、でもそれをひっくり返す人がいないからそのままいきそうなんだよね、ということです。これでも公明党が言い出したって聞いたんですか。 もちろん公明党も言って、公明党は財務省の、いろんなね、公明党っていうのはもともと財務省 の別団体みたいなところがあって、え、そうなんですか。それはそうだよ。だってあれだもん、財務省にいろいろと言ってもらって、予算をつけてもらって、それを小ネタにしてやってるっていうのは公明党だ。そうなんです、うん、だから財務省とはいつもね、ギブアンドテイクになってて、だから最初から今回は岸田さんだからね、ちっちゃめの数字になって出てるわけよ。だからそういう意味では、この、住民税非課税世帯っていうのを合わせても、せいぜい4兆円レベルの対策なんです。茂木さんがさらに18歳以下のやつも所得制限、もっと ちっちゃくなるね。だからこれからだから、このとにかく18歳って限定して、それで所得制限をつけるっていうか、もっとちっちゃくなるよね。そうですね。だからそうやってどん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 ちっちゃくなって、本当はこれは18歳じゃなくて、公明党がなんか所得によって、自民党のね、所得によって子供がね、分断されるのは、はい、気の毒だって言ったから、はいはいはい、子供も親も分断しないっていうのが正しいんだけどね。だから全国民にしちゃって10万円。それでもしか所得の話で文句がいろいろ出るんだったら、これ一般的に法的な手当をしないと、この給付金っていうのは課税所得になるわけ。はい、だから、1年後の、確定申告の時に、たくさんもらった人は税金が高くなるってことでもいいわけ。これが一番簡単は簡単なんだよね。はいはい、自己的な調整ってやつなんだけどね。それが一番簡単は簡単なんだよ。あれ、前回の給付金、前回の給付金をわざわざ非課税所得ってしたんだよ。あ、そうなんだ。あんなの非課税所得なんかしないで、そのままほっとけば課税所得になるんだよね。それで後で、源泉徴収で、だから高額所得者は、なんかこれもらってもね、はい、ものすごく税金取られるって形にしとけばよかったんだよ。そしたらあんまりもう問題出ないんだけど、これね、自己調整するって話、全然出てこないね。それはなぜなんですか。あれでしょ、まあ一応非課税だって言いたい人が多いからだよ。言いたいんですか。ずっと今までの給付金は全部非課税措置なんだよ。はあ、面白いんだよね。でもちろん課税措置にしたらね、予算がちっちゃくなるから、はい、もうちょっとたくさんくれって話になるんだけどね。そうです。私はそっちのいいんだと思うんだけどね。前例を踏襲したいっていうのが、まあ、つまんない理屈なんだけどね。理屈にもなってないけどね。こ
こういうのを見ると、その、なんでしょう、景気回復に。いやいや、もうだから考えてないんだよ。あのね、そもそもね、今からやるでしょ。そうすると新聞だとね、年内に決定なんて書いてあるけど、はい、年内に何が決定するかっていうと、はい、実は予算は成立するってだけだよ。今回の特別国会開くね、主犯指名だけどすぐやめちゃうから。はいはい、そうすると、その後、補正予算を作ってるって状態になって、それが今月いっぱいぐらいの間に出てくる。で、そのためにあと1週間ぐらいすると、経済対策の全容って出てくるでしょ、はい、で、経済対策の全容出た後に補正予算だから、はい、そうすると、今月のいっぱいぐらいに補正予算だ。はい、そうすると来月の頭から臨時国会また開くんですよ、はい、臨時国会開いてそこで補正予算を2週間ぐらいかけて審議するから、はい、補正予算が成立するのは多分12月の中下旬にだからです、はいはい、でそれからもうお休みになっちゃうでしょ、はい、そうすると実際の実施っていうのはそれからおっちらおっちらやるから、まあ来年の3月末まで、今年度以内にできれば私は御の字だと思いますよ。そのくらい遅いよ。なんでそんなのんびりしてるんですか。届いたっけ届こいってレベルだね。だから、これをもしかスピードアップするんだと、現金給付の去年のやり方っていうのは遅いんだけど、これはどういうのかっていうと、まず、地方自治体から各世帯に、申請書ってのが送られてくる。はい。で去年そうだったでしょ、みんな申請書が来て。それだけ持ってちゃダメだから、それから、いろんな手続きして自分の銀行口座を登録する。はい。でそこの銀行口座を役所の方がまだ確認してそこに振り込むって、そういうパターンでしょ。これすんごい時間かかるんだよ。こんなのね、あんたは話にならなくらい時間かかるから、申請書を配るって各家庭に配布するんでしょ、はい、郵送するでしょ、はい、あの時に記名式政府小切手って言うんだけど、そこで政府小切手で名前が本人の名前が書いてあって、その小切手を配るのが一番簡単な。小切手は本人であったら銀行に持ってすぐ換金できるわけ、はい、だからこの政府小切手っていうのは、記名式政府小切手っていうのは世界の標準的なやり方です。そうですね、この標準的なやり方をわざわざしないわけ。なんかわけわかんない、半分クーポンみたいなこと言ってますよね。あ、もっとわけわかんない、ね。あれはもっとわけ。あれだったら政府小切手を配った方がいいですよ。そう、政府小切手っていうのは、例えばあれでしょ、この間の総選挙の時に、選挙の入場券って来たでしょ、はいはい、あれと一緒ですよ。選挙の入場券配れるんだから、記名式の政府小切手を配れないはずないわけ。なんでそれやらないんですか。私言ったんだけどね、なんかやったことがないですって理由だったねもうびっくりして、役所的なそれで全世帯に配れませんって言ってる時にアベノマスク配ったから、この中に入れればできるだろうって言ったけどねまあだからそうやって手続きも遅いというのが実態ですよ。だからそういう話をね、私いろんな人に言ってんだけどね、だから国会では出ると思うよそれ。あれ経済対策結局30兆円とかって言ってるのあるんだ。あれ真水じゃないと思うけどね。だってこんなんだやったらあれじゃない、せいぜいさ、今言ったやつだと18歳以下と、非課税世帯を合わせたって4兆円レベルだよね。それであともう一個、マイナンバー持ってたらポイントつけるってあるんじゃない、はい、あれだってでせいぜい7兆ぐらいしかいかないよね。30兆届いかないですよ。大変だよこれここで一発簡単なのはね、社会保険料半年ただってのはいいんだけどね、これだと10兆円いくんだよね。そうするとこれはね、本来だけだからすぐできるんだよ、はい、そうですね。ただ取らないって終わるんでね、取らないってことだから、はい、もう直ちにできる。こういう簡単なやり方をやらないんだよね。まあこれもう根っこを言うとね、財務省のあの変な事務次官がまだいてね、なん か首相同棲っていうのを見ると総理によく合ってるもんね、説明に言ってるもんね。そうということは、あれだよね、文藝春秋で書いた超デタラメな意見が、はい、もう認めてるってことでしょ。そんな人が、この、なんか、責任者でやってるんだもん。それなもう考えてみたらダメに決まってるじゃない。なんかね、安倍さんはね、それについてあれだったよ。ある月刊誌で書いてあったんだけど、はい、矢野氏の二つの誤りって書いてある。はい、一つは手続き。はい、ちゃんと、岸田さんにちゃんと話できるのにどうして雑誌に出すんだっていう話ね、はいはいはい、あともう一個はね、もうちょっと会計勉強しろって話だ。その人たちが実務やってんだもん、無理でしょ。だから私はあれでいろんな人にね、矢野氏をね、国会でね、補正予算審議の時にね、呼んだらどうって年中言ってるわけ、そう言ってんの。
まあ、そうするとね、役人の簡単な答弁としてね、反論としてね、事務次官はね、国会で、今までそういうのは慣行がないですって、答弁するのはないですっていうね、それ嘘で、村木さんっていうのいたでしょ、厚生労働省、あの人答弁してんだよな。だから、あんな、そんな嘘はすぐバレるんだけどね。でも、このレベルの話で結構マスコミ騙されるからね。結構この先じゃ、先真っ暗な感じです。真っ暗でしょ。だからもうそもそも財務省の事務次官をね、あの会談ないって段階でもう分かるでしょ。そう。その人が仕事してんだもん。そうか。うん。やばいっすね。やばいっすよ。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。